黙祷。黙祷。地震発生時刻の午後2時46分、東日本大震災の犠牲者に対し、釧路市や函館市などで黙祷が捧げられました。13年前の本当に亡くなった方の悔しい思いを日々の生活に生かしていかなくちゃならないかなと思うと。最大 2.4 メートルの津波に襲われ、1人が亡くなった函館市では献花台が設置されました。地震から13年が経った今も749人の方が道内での避難生活を続けています。